はい、速稼塾の久保です。今回はですね、ゆとりライフ天野さんの動画をいただきまして、オーストラリア森林火災への投稿になってますね。こちらの方、今話題といいますか、速稼塾の中でものすごく動画を作ってくださる方がいらっしゃるので、まあ天野さんもね、参加ありがとうございます。これ一つでも多くね、こういう動画がたくさん拡散されることによって社会問題になってですね、もう社会問題になってるんですけども、なかなか日本で関心を呼ぶような話題ではないんですよね。まあこれを私たち、まあ YouTube をやっているものがですね、視聴者数が5名とか10名とかでも、10人集まったらやっぱり100名とか、そこそこの束になってきますんでね、やっていきたいなと思います。はい、それでですね、今回は天野さんの動画へのちょっと評価なんですけども、評価と言いますかね。まあ、動画の内容自体どうしろ、ああしろってことじゃないんですけども、2点ほどちょっとお伝えしていこうかなと思います。1点目はですね、まず、どのぐらいこのオーストラリア火災の動画が話題になっているかを YouTube の方で調べてみますね。YouTube の検索でオーストラリア火災って入れますと、こういうふうにね、出てきてます。7時間前にも投稿がありまして、5000回以上、ANN のニュースで報道されてます。で、ANN ニュース次なんですけども、14時間前にもやっぱ報道されてます。ANN が結構ね、積極的に知らせてくれてるんですよね。で、ずーっと下がっていきましょう。ANN ばっかりです。他の放送局どうしたんでしょうか。で、FNN プライムでも放送されてますね。あー、コアラちゃんが燃えてますね。で、こちらの方も ANN で FNN ですね。こちら、テレ東ですね。だから地上波でも、まあ、3つの局が放送されていると。で、 ANN が特に放送されているってことになりますよね。これも ANN ですね。朝日新聞社も報じてます。こちらです。で、 BBC もですよね。 FNN、 毎日新聞社も出てますね。あ、だから結構テレビでも取り扱われていることは取り扱われているのかなと思います。ただやっぱお昼のワイドショーとか朝のね、スキャンダルニュースの中では全然出てくれてないのかなっていうところが、これで見えるのかなと思いますよね。あら、この、あ、上杉隆さんだ。上杉隆さんも、6日前に出してくれてますよね。まあ、こうしてみると、あ、これです、これです。速稼塾で、放送をたくさんした後に、まあ、木を同じくして、14時間前なんですけども、このね、なんだろうな、社会問題 YouTuber とでも言いましょうか。このフィーフィーさんっていうね、テレビにもよく出られてる方が、オーストラリア火災について取り扱ってくださってます。まあその中で、日本人は自分たちの問題はものすごくね、論じるのに、まあ他の人の被害っていうのは知らんぷりしてるよねっていうことを話されてました。それがですね、放送されてる題材の優先順位の疑問っていうことなんですけども、そうだなぁと思いまして、私も YouTube 撮って皆さんにもお願いしますって言ったわけなんですよね。あ、渡辺瑞香さんの動画こちらありますね。やっぱりさすがですね。2日前ということですね。はい。で、あ、私の動画もありますよね。やっぱね、こういう時サムネイルがすごく大事なんですよ。サムネイルにどのぐらい力を込めるかによって、クリックされるかされないかっていうのが決まってきますんで、やっぱりね、現地のすごい大変な状況とか、それからメッセージですね、文字、こういうもので訴えかけていきたいなと思います。はい。まあ、この辺にしておきましょうか。これが一つね、現状認識です。で、もう一つなんですけども、天野さんの動画を見るとエンターテインメントにカテゴリーがなってるのかなというところですよね。まあエンターテインメントというよりも、まあ、ニュースとかブログと人みたいな感じかなと思いますけども、ここを一つ変えるといいのかなと。で、もう一個なんですけども、この動画説明欄がね、ちょっともったいないんですよね。もったいないって何かっていうと、動画説明欄に関連するニュースの URL を置いとくのが望ましいんですよ。私の場合、こう、クリックするとですね、クリックすると、こちらの動画説明欄に、こういうふうにね、URL 貼ってあるじゃないですか。で、ここで他に飛ぶこともできるんですよ。こういうふうに寄付のページに飛ぶとかね。で、産経ニュースっていうね、産経ニュースのネット版とかで元ネタを知るとか、あと他に話題にしてる YouTuber さんね、これ速稼塾の皆さんばかりですけども、こういうところにも紹介してて、アクセスをこういうところにね、流していこうかなっていうところと、実はですね、この動画説明欄に URL 貼ってるじゃないですか。で、ここの、おすすめに出やすいんですよね。
まあ、要するに相互リンクみたいな形になるんですよ。本当わずかな効果ですけども。でもやっぱりまだね、視聴者数の少ないうちとか再生数の少ないうちはこういった小さい影響を積み重ねていくしかないんで、動画説明欄の使い方非常に大事なのかなと思いますけどもね。まあこれあまり貼りすぎるとスパム扱いされちゃうんで気をつけないといけないんですけどもね。まあでも今回オーストラリア火災っていうこのキーワードで皆さんね入れてくださってると思いますんで、かなり強烈に呼び合うかなと思っておりますね。山野さんもオーストラリア火災っていうのを入れてくれてますんでね、これがタイトルタグになると思います。まあ本当にテレビの地上波のメディアのね、あの SEO にはかなわないですけども、アクセスが高いところがやっぱり SEO 効果をよく生みますからね。まあ本日は以上かなと思います。本当にね、あの天野さんも動画の方ありがとうございました。あとはこれを拡散希望というよりもご自身のメディアでどのぐらい拡散するかなんですよね。例えば Facebook に貼っていくとか Twitter でやっぱりやっていくとかね、知り合いの方にメールで送るってのも重要な拡散活動だと思います。動画作ってポンと上げるだけでは残念ながらね、これまだ無名のうちは誰もね拾ってくれないんですよね。だからこういう動画作ったんで見てくださいっていう風にして知らせていく営業活動がすごく大事になってきます。 YouTube やってる方ってなかなか営業活動しないんですけども、やっぱ自分で作ったテレビ番組ですから、あの一人でも多くの人にねお伝えしていければもっともっとファンが増えるんじゃないかなと思います。はい、では本日は以上です。天野さん本当ありがとうございました。